マインクラフトのクリーパーは、豚のモデルの縦と横を間違えた失敗作から生まれた。クリーパーの別名は匠だが、タイデンクリーパーの別名は巨匠。クリーパーの最大ダメージはハート32個分だが、タイデンクリーパーはハート64個分。マインクラフトの村人の服は、グッチのファッションショーから影響を受けている。司書の頭に乗っているのは帽子ではなく、本。村人の顔面は、めちゃくちゃ硬い。マイクラのゾンビは、水に溺れるとドラウンドになるが、ゾンビには戻れない。マイクラのハスクは、溺れるとゾンビ、さらに溺れるとドラウンドになるが、ハスクには戻れない。子供ゾンビは小さいのに、普通のゾンビと同じ体力。子供ゾンビは治療をしないと、一生子供。マインクラフトの世界販売本数は、2023年に3億本を突破したが、歴代第2位。ちなみに歴代第1位のゲームは5億2000万本を販売しているテトリス。マインクラフトは2021年 YouTube で最も人気のゲームとなり、再生回数は1兆回を超えた。マイクラ関連のクリエイターたちにもたらした収入は計3億5000万ドルを超えたが、文福はその恩恵を受けれなかった。マインクラフトの豚はゲーム内で一番早く実装された有効敵モブ。雷に打たれるとゾンビピグリンへと変化する。豚に乗っているプレイヤーはなぜか1マスの高さを通り抜けることができる。豚に乗っている時に人参付きの棒を使うとめっちゃ走る。マイクラのスケルトンはプレイヤーの存在に気づけば矢を後ろに向けて放つことができるが、時々自分に当たる。 Java 版では 11% で左利きのスケルトンがスポーンすることがあるが、これは実際の人間の左利きの確率と同じ。スケルトンはなぜか子供の亀にだけ矢を放つ。10月31日のハロウィンの日は 22.5% の確率でくり抜かれたカボチャ、 2.5% の確率でジャックオーランタンをかぶっておしゃれをする。マイクラの鶏はトロッコに乗っていると触れないので無敵。卵を一つ投げると8分の1の確率で1羽の子供鶏が生まれ、256分の1の確率で4羽生まれる。なぜか鶏のスポーン率が一番高いのはジャングル。マイクラの制作者であるノッチは鶏をアヒルに変更したとツイッターで発信し、大騒ぎを起こしたことがある。マイクラの主人公ことスティーブはゲーム内で一番最初のモブで、身長は179センチ。もう一人の主人公であるアレックスは女性のような姿をしているが、マイクラに性別はない。つまりスティーブも男性なのかは不明。もともとスティーブという名前は制作者のノッチが冗談でつけたあだ名。なぜかスティーブが着ている服はゾンビとオソロ。マイクラのアイアンゴーレムは村人を守る中立モブで、最大体力はハート50個分。ちなみに最大攻撃力はハート16個分。村人が襲撃イベントに勝利した時に打ち上げた花火がアイアンゴーレムに当たると村人をボッコボコにする。アイアンゴーレムが村人に花を差し出すのは天空の城ラピュタの古代ロボットを参照にしているから。アイアンゴーレムの身長は2メートル70センチでギネス世界最高身長と同じ。マイクラのガストはもともとネザーのモブではなく
ネザーポータル近くの現世に湧く予定だった。ガストは昔火の玉ではなくダイヤのヘルメットを吹き出している時があった。ガストには足はないが足音はある。ガストの鳴き声はマイクラの音楽プロデューサーの飼い猫がご主人様を起こした時の鳴き声。マイクラのエンダーマンはゲーム内で一番最初に口を開けたモブ。エンダーマンは名前も外見もスレンダーマンが元になっている。統合版のエンダーマンは目があったから襲ってくるのではなく目があった後にそらしたから襲ってくる仕様になっており、目を離さなければ襲われない。ちなみにエンダーマンはワープをして移動するので目線は絶対に外れてしまい結局襲われる。エンダーマンの鳴き声をよく聞くとハロー、ワッツアップと元気よく挨拶をしているが目が合ってしまうので結局襲われる。マイクラのピグリンはプレイヤーが金の装備をしていると襲ってこないため区分としては中立モブ。金色のものが大好きで金のインゴット以外も金色であれば何でも拾い上げるが、なぜか光の矢だけはスルーする。子供ピグリンは決して大人になることはない。もともとピグリンのデザインはこのピックマンになる予定だった。その後ピックマンは村人として登場する予定だったが変更されもうどっかに行ってしまった。マイクラのウサギは昔1000分の1の確率で全てのプレイヤーやモブに敵対する殺人ウサギとしてスポーンしていた。実際に殺人ウサギが暴れた画像がこちら。ウサギの可愛さは1ミリもなかった。今のマイクラではコマンド以外では出てこないのでウサギは安心。ウサギの繁殖には人参と金人参が使えるのは知られているが実はタンポポも使える。ちなみにタンポポはシチューに入れると最強の回復アイテムになる。マイクラのラベジャーはイリジャービーストという名前だったがラビッジャーとヘビーモスという改名案から今の名前になった。初期のラベジャーはウサギを恐れ逃げていた。その理由はゾウがネズミを天敵として恐れるという迷信が元ネタらしいのだが、そもそもラベジャーは牛。とても大きく重そうに見えるラベジャーだがぷかぷか浮いて泳げるので多分中身はすっかすか。マイクラで意味のわからないモブ第1位のエンダーマイトはエンダーマンからドロップするエンダーアイを使った時の 5% で生まれるがなぜかエンダーマンに殴りかかる。なんで？エンダーマイトは名札をつけないとたったの2分で消滅する。これは普通にかわいそう。エンダーマイトはなぜかソウルサンドの上を歩くとダメージを受ける。マイクラのテクニカルディレクターのディナーボーンはエンダーマイトについては究極のプランを持っていると期待させる発言をしたが、そのプランは制作チームで話し合ってすらない。